1707年から1801年までの社期。関東は母国旗の変遷に従って変遷し、当初イングランド王国旗ついでグレートブリテン王国旗を経て、最終的に現行と同じユニオンジャックとなる、イギリス東インド会社は、アジア貿易を目的に設立された、イギリスの直居会社である。 アジア貿易の独占権を認められ、イングランド銀行から貸し付けを受けながら、17世紀から19世紀半ばにかけて、アジア各地の植民地経営や公易に従事した。当初は、高信領貿易を主業務としたが、次第に、インドに行政組織を構築し、調税や通貨発行を行い、法律を作成して施行し、軍隊を保有して、 反乱鎮圧や他国との戦争を行う、インドの植民地統治機関へと変貌していった。セポイの乱の後、インドの統治権を、イギリス王室に譲渡し、1858年に、解散した。厳密には、イギリス東インド会社は単一の組織ではなく、ロンドン東インド会社、イングランド東インド会社、合同東インド会社という三つの会社の、総称である。 初期には東インドの高診療貿易を目指して、ジャワ島のバンテンやインドのスーラとに拠点を置き、マレー半島のバタニ王国やタイのアユタや、日本のヒラド、台湾のアビラにも、召喚を設けた。アジアの海域の派遣をめぐるスペイン、オランダ、イギリス三国の争いの中で、アンボイナ事件後、活動の重心を、東南アジアからインドに移した。 インドにおける会社の大拠点は、ベンガルの軽かった東海岸のマドラス、西海岸のボンベイである。フランス東インド会社と交争し、1757年に、プラッシーの戦いで、同社の軍隊が、フランス東インド会社軍を撃破し、インドの派遣を確立した。以後単なる商事会社のみならず、インド全域における、行政機構としての性格をも帯びるようになった。 ナポレオン戦争後は再び東南アジアに進出して海峡植民地を設立、ビルマとも戦った。18世紀以降、中国の関東貿易にも参入してアヘン戦争を引き起こし、香港を獲得した。しかし、同社による統治の失敗からインド大反乱を引き起こし、会社軍は反乱をようやく鎮圧したものの、 インドの行政権をビクトリア女王に譲渡し1874年に解散した。チェン内のセントジョージ要塞1577年から1580年にかけてのフランシス・ドレイクの世界修航を皮切りにイギリスは世界の海への進出を開始していた。しかし当時のイギリスの航海の性格は略奪、探検、冒険の色が濃かった。また、すでに レバント会社という会社組織が結成されており、地中海やモスクワ経由で、地中海東岸地域との貿易を専門とする商社が、イギリスにおけるアジアとの貿易を独占していた。ところが、1595年に、オランダが、ジャワ島バンテニエ4隻から構成される船団を派遣し、これが成功すると、ヨーロッパ中に衝撃を与えた。 レバント会社はオランダが直接アジアから東方の物産を大量に仕入れることができたことを目の当たりにしたことで自らの占有事業が崩れることを危惧した。とはいえ当時の公開技術と蓄積資本では非常にリスクが高いものであった。そこでレバント会社の人間が中心となり公開ごとに資金を出資する形で 東インド会社が設立されることとなった。貿易商人の組合に近い性格を持っていた、レバント会社、モスクワ会社などといった、それまでの正規会社とは異なり、東インド会社は自前の従業員を持つジョイントストックカンパニーとして設立された。さらに、エリザベス一世にアジアの貿易に関して独占を許可する要請を行った。最初の後悔は、 1601年3月、4隻の船団が東南アジアへ派遣された。215人の出資者から68,373ポンドの資金を集めたこの航海は成功に終わった。その後、イギリス東インド会社はオランダ東インド会社と東南アジアにおける貿易をめぐって衝突を繰り返すこととなった。1602年にはジャワ島の番店に 1613年には日本の平戸に召喚を設置した。1610年代から20年代にかけてのイギリス、オランダ、スペインの競合において、オランダは1612年にスペインとの間で休戦協定を締結することにより、イギリスとの対立を鮮明にした。しかし、オランダはイギリスと対立するゆとりがないことを悟り、1619年には、 オランダ東インド会社に対して、イギリス東インド会社との融和を命じると同時に、1619年には、イギリス、オランダ両国の間で、休戦協定が締結された。ヤンピーテルス・ゾーン・クーン。オランダ本国の意向を無視し、イギリス人を虐殺した。とはいえ、1623年のアンボイナ事件を、挟んだ時期において、平戸の召喚を閉鎖するなど、 アンボイナ事件以前より、イギリスは東アジア、東南アジアにおける活動を縮小しており、イギリス東インド会社の主な活動拠点はインドア大陸とイランへ移っていった。今日、アンボイナ事件の歴史的意義を見直す動きもあり、アンボイナ事件を契機に東南アジアにおける活動の撤退をしたとされる学説を否定する主張もある。それによると、あくまで、 アンボイナ事件の意義とは、イギリス、オランダ両国において、封印されるべき記憶として刻印されたものの、事件の原因は、当時のオランダ東インド会社総督、ヤンピーテルス・ゾーン・クーンが、個人的に、イングランド人を毛嫌いにしており、本国政府の意向を無視したからに他ならないとのことで、ある。1639年には、マドラスの領主に招聘される形で、 要塞の建設が開始された。また、サファビー町のシャー・アッバース一世にも施設を派遣し、その結果、当時、ポルトガルの活動拠点であったホルムズ島はサファビー町の支配下に入った。ホルムズ島の対岸に公式機能を持たせたバンダレ・アッバースが建設された。当時のイギリス東インド会社の弱点は、公開ごとに出資者を募り、 その売り上げすべてを出資者に返却する方式にあった。この方式では、継続的に商業活動を営むオランダ東インド会社との対抗が時代を経るごとに困難になってきた。1657年、オリバー・クロムウェルによって、会社組織の改組が実施された。これにより、利潤のみを株主に分配する方式へ改めると、同時に株主は、 会社経営に参画できる総会方式が採用されることとなった。ジョサイア・チャイルド1670年代から1680年代にかけてイギリス経済は空前の後継期が訪れた。1671年から1681年にかけて支払われた配当金は利回りで合計240%になり、1691年までの10年間での 配当利回りは合計で450%となった。背景には、イギリス国内における、キャラコネツと呼ばれるほどの免製品に対する需要があった。東インド会社の株式は、当期の対象となり、インサイダー取引が横行する状況であった。その中で登場したのが、ジョサイア・チャイルドである。東インド会社総裁に就任したチャイルドは、インサイダー取引によって、 巨万の富を得たとされる。チャイルドは王室とも癒着関係を持っていた。しかし、名誉革命により、ジェームズ2世が失脚すると、新しく国王となった、ウィリアム3世の命により、1698年9月には、東インドと貿易をする英国のカンパニーが、設立され、旧会社に付与されていた特権は、3年後に執行する形となった。 その後、旧東インド会社の経営状況が改善され、1709年、新給料会社は合併された。ボンベイに建設された、沈黙の島インド南東部、コロマンデル海岸にマドラスという拠点を獲得した、イギリスであるが、それ以外の地域でも、召喚の建設に随時成功していった。1661年には、チャールズ2世と、 ポルトガル王女キャサリン・オブ・ブラガンザが結婚した。この時の持参金の一部がボンベイである。インド北西部での活動拠点をスーラトからボンベイへ移した際にパールシーの商人や職人が移住した。ボンベイでゾロアスター教徒が活躍したことは沈黙の塔が建設されたことでもわかる。ボンベイの人口は1671年には10万人に到達した。 ボンベイに次いで獲得した主要な拠点が軽かったである。1702年に、ウィリアムトリデの建設を開始していたが、1717 17年、イギリス東インド会社は、ムガル帝国第9代皇帝、ファルフシアルから、ベンガル地方における、輸出関税の免除という特権を獲得した。ベンガル地方は、当時のイギリスが求めていた産物の集産地であった。このことから、 イギリス東インド会社の輸出の重心はカルカッタへと移動する。1750年にはイギリス東インド会社全体の75%がベンガル地方で占めるようになった。とはいえ、17世紀のイギリス東インド会社の進出はあくまでインドで産出される物産を独占することが目的となっていたため必ずしも 領土的野心を持って進出したわけではないことは明確にしておかなければならない。また、フランス東インド会社が1664年にコルベールの肝入りで設立されると、インドにおける貿易はイギリス、フランス、オランダ、さらにはデンマークやスウェーデンといった北欧諸国との競争が激化することとなった。イギリスはオランダとの抗争に敗れたため、 香辛料という当時のヨーロッパで最も珍重されていた商品を失うこととなった。さらに、インドではイギリスで生産される毛織物製品に対しての関心を示さなかったことから、銀をイギリス国内から持ち出さざるを得なかった。また、インドで産出される綿織物を購入するために、バンダレ・アッバースの存在は必要不可欠であった。イランには、砂糖、胡椒、 香辛料を輸出し、その代金で金、銀、銅といった金属を手に入れることができた。イギリスは香辛料に代わり、藍や小石、紅茶、綿織物製品をヨーロッパに輸出した。輸出額は1670年には36万ポンドだったものが1740年には200万ポンドに到達していた。加えてヨーロッパにおける インド製品の需要によって、当時のインド商人や、手織業者に、多くの富がもたらされることとなった。また、インドとイランへのイギリス東インド会社の進出には、現地からの招聘協力が必要不可欠だったことである。バンダレ・アッバースにおいて徴収される関税の50%を、取得できる権利は、アッバース一世が存命の間は享受することが、できたが、 1629年にアッバース一世が死亡するとバンダレ・アッバースの公安長官はその金額の引き下げを講じるようになった。最終的には毎年セントマンを獲得するという条件を引き出すことに成功した。このことは1720年代にイランの内陸部が混乱状態に陥りバンダレ・アッバースでの貿易量が減った際でも イギリスは獲得することができた。この金額は、バンダレア・バースにおける召喚の収入の33から41%に達した。ロバート・クライブ18世紀前半のインドは大陸の情勢を要約すると以下のような状況となる。ムガル帝国の衰退が顕著となった。前世紀を築いた皇帝、アウラングゼーブの死去以降、帝国には経済力を蓄えた地方長官、 ザミインダールの台頭に対する有効な手立てがなかった。1724年には、ハイダラーバードを中心に、ニザーム王国が形成され、続く形で、ベンガル、アワドなど各地で、地方王朝が建国された。フランス東インド会社の台頭が目立つようになった。大幅な増資を行い、現在の株式会社に近い運営が行われた。また、 強化された資金によって偽装された商船が増えた。1740年、カルナータカ大使の領土が、マラーター軍の攻撃によって、大衆ドースとアリー・ハーンが死亡した。フランスは、大使の息子、サフダル・アリー・ハーン以下、家族をポンディシェリーの要塞に避難させた。その後、フランスは、ポンディシェリー近郊の村を移住され、この地域の支配者となった。このことは、 フランスが今後のインドア大陸における清掃に関与せざるを得ないという状況に追い込まれることとなった。このような状況の中でヨーロッパではオーストリア継承戦争が勃発することとなった。フランス東インド会社、イギリス東インド会社ともに軍事的に強化されていた。インドア大陸でも3度にわたってそれぞれの会社の軍が衝突することとなった。 ジョゼフ・フランソはデュープレクスの活躍により、戦争の初期段階では、フランスがイギリスを圧倒する。しかし、フランス政府は、フランス東インド会社をあくまでも、商事会社と認識していたことにより、デュープレクスの召喚に踏み切った。デュープレクスの召喚は、イギリスに優位に働いた。当時のベンガル大使、シラージュ・ダウラは、イギリス。 フランス、オランダの活動を心よく思っておらず、イギリスに対しては、カルカッタの要塞への攻撃を行い、フランス、オランダに対しては上納金の引き上げを要求した。これに対抗するため、マドラスに就任したばかりのロバート・クライブが、ベンガル地方に赴き、1757年6月23日、プラッシーの戦いで、大衆軍を撃破した。プラッシーの戦いを境に、 イギリス東インド会社の性格は大きく変化した。プラッシーの戦いにより、シラージュ・ダウラが殺害され、軍総司令官のミール・ジャーファルが、大使の地位に就任した。ミール・ジャーファルとクライブの間では、密約が成立しており、ミール・ジャーファルの裏切りが、シラージュ・ダウラの敗北を決定づけた。その結果、イギリス東インド会社は、 ベンガルにおける派遣を確立していく。イギリス東インド会社は、ミール・ジャーファルを援助していく過程で、ベンガルの内政への干渉を進めていった。1765年、イギリスは、ブクサールの戦いの講和条約、アラー・ハーバード条約で、イギリス東インド会社は、皇帝シャー・アーラム2世からベンガル、オリッサ、ビハールのディーワーニーを授けられ、 財務長官に就任することとなった。イギリスは大使の職を得たわけではなかったが、この三州の収穫権を得たということは、この三州における大使になり、領有権を得たも同然であった。また、これ以降皇帝とベンガル大使はイギリスからの年金生活者となったが、皇帝の方は後に折り合いが悪くなり、イギリスの元を離れて、デリーへと戻った。 イギリス東インド会社は、ベンガル、ビハール、オリッサという広大な地域を、ベンガル管区に組み入れることに成功した。クライブの開挙によって、競争相手であった、オランダ、フランスよりも有利となったが、この時より、イギリス東インド会社は組織の変質を、余儀なくされていった。イギリスは事実上の大衆になったことで豊かな税収を得るはずだったが、その数年後には、 全く逆の状況に追い込まれていった。その理由は以下の通りである。配当金の引き上げ。従来の配当率は7から8%程度であったものが、ベンガル他に収穫得により、イギリス東インド会社株は本国での同期の対象となった。その結果、1771年には12.5%まで引き上げられた。 東インド会社の主力商品である茶の売り上げがアメリカ植民地で全く振るわなくなった。大量に購入した茶は不良在庫品となった。商事会社の運営に長けていた東インド会社の社員も、調税業務、すなわち当時のベンガル管区の人口2000万人を統治することに関しては、従来の会社運営のシステムでは限界があった。南インドにおける マイソウル王国、北、インド及び、デカン地方における、マラーター王国をはじめとする勢力との敵対関係が継続していた。そのための軍事費も、会社側の負担であった。さらに、1770年には、人口の25%が合死する、ベンガル大基金が発生した。このことにより、東インド会社の調税活動は、困難となった。 これらの複合的な要因が重なり、イギリス東インド会社は、財政危機に直面することとなった。ウォーレン・ヘースティングズ1772年、ウォーレン・ヘースティングズが、東インド会社の取締役会の決定に基づき、初代ベンガル総督に就任した。この時期の東インド会社の社員のほとんどは、貿易以外については無知であり、沿岸地帯の自らの居住地域以外に、 外から出かけることもなかった。加えて、現地職員が私服を肥やすための密貿易をやめなかった。このような状況下で、イギリス政府は、ヘースティングスを総督に就任させ、東インド会社は、イギリス政府の管理下に置かれ、行政業務を義務づけた。1783年には、閣僚の一人を責任者とする監督局が設置された。 ヘースティングズは就任と同時に、インド人の代理、D1 に任されていた3州の D1 リ E を直接、行使することにした。また、徴税のみならず、行政や司法も同様に直接行使することにし、これにより3州は、間接統治から直接統治へと移行されることとなった。また、ヘースティングズは1772年の、 取締役会の業務報告において、我々が目指すべきインド統治の方針は、できる限り古代インド以来のインドの習慣と制度に従いつつ、我々の法律を、インド人の生活、社会、国家の諸問題に適用することと述べているが、実際には、前述のように、東インド会社の職員で、当時のインドの生活、社会に精通しているものは、ほとんどいなかったため、 イギリス独自のインドの監修に従った諸制度の改革を実施することとなった。第一が法体系の整備であり、第2位が徴税制度の整備、第3が軍備の増強であった。法体系を整備するにあたり、ヘースティングズは1776年にヒンドゥ法典編纂委員会を創設し、サンスクリットで述べられていた様々な判例を一つずつ調査する膨大な 翻訳作業が始まった。このことを契機に、ヒンドゥとムスリムの区別が、インド国内で明確に区別されるようになった。また、イギリスにおいて、東洋学研究が始まる端緒となった。徴税制度の改革は、ヘースティングズの時代には、D ・ワーニーを直接行使するに至ったものの、大半の徴税業務は、現地のインド人によって行われていた。抜本的な改革が行われたのは、 第3代総督チャールズ・コーン・ウォリスの時である。1793年、コーン・ウォリスは、徴税業務を担っていたインド人を解雇し、全員をイギリス人に入れ替えた。その上で、彼らに高い給料と年金の保障、上級職の独占を認めることと引き換えに、死亡液の禁止を行った。とはいえ、 コーン・ウォリスの改革は会計処理が複雑だという理由を作り、インド人を上級職から排除したことにより、今後のイギリスによるインド統治において人種差別の目を作った面も否定できなかった。コーン・ウォリスの改革は、その後に総督に就任したリチャード・ウェルズリーによって完成した。ウェルズリーによるフォート・ウィリアムズ・カレッジの創立。 イギリス本国でのヘイリーベリーカレッジが創設されたことでインドの諸言語を学習する機会が実際の業務に着任する前に与えられた。これによりイギリスの徴税業務がある程度軌道に乗ることとなった。軍備の増強はベンガル後にインド全域を防衛するための観点からも欠かすことのできないものであった。宗教と カーストに配慮した領食の支給、海外派兵はないことを約束した上で、現地のインド人をシパーヒーとして雇い、常備軍としての訓練を実施した。1789年段階で10万人強だった陸軍は、ナポレオン戦争時代には15万5000人の不評と、騎兵を要する軍隊へ成長していった。しかし、東インド会社は常に、 兵士の反乱や抗議に対して警戒しなければならなかった。リチャード・ウェルズリーこのような改革に支えられ、東インド会社は、障子会社と調税業務や治安維持業務を兼ね備えた行政機関としての性格を有しつつ、脱皮に成功した。1798年、インド総督に就任したリチャード・ウェルズリーは、 強化された東インド会社の拡張を推進し、急速に領土を拡大した。イギリスは領土を拡大する上で、反抗的なものは武力で抑えていったが、従順なものはイギリスに有利な軍事保護条約を締結して、反王国化した。その例としては、デカンのニザーム王国が挙げられる。同国は1795年に、マラータに大敗北を喫し、その劣勢が、 明らかになったため、1798年にイギリスと軍事保護条約を締結した。その条約では、領内からフランス人を追放すること、領内にイギリス軍を駐屯させること、外交に対しても制約を受けることが定められた。また、イギリスは、ニーザームの時と同様に、アワド、トラバンコール、コーチン、ラージャスターンの諸国とも同様の軍事保護条約を、 締結することで、領域の拡大に成功していった。反抗的な南インドのマイソール王国に対しては、1799年に、第四次マイソール戦争で屈服させ、その君主、ティプー・スルターンを殺害した。その後、イギリスは、ヒンドゥーの王家を復活させ、新たに擁立した君主と、軍事保護条約を締結し、マイソール王国を反王国化した。また、 カルナータカ大使には第四次マイソウル戦争で内通した疑いをかけ、1801年にカーナティック条約でその領土を奪い、ここにマドラスカンクが完成した。マラーター同盟に対しても同様に武力でもって対応した。1802年にイギリスはマラーター王国の最小バジーラーを2世と馬せん条約を結び、1803年には マラーター諸侯との戦争に入った。イギリスは同年にデリーを占領し、ムガル帝国の皇帝を保護下に置き、マラーター同盟の北部への野望を粉砕した。だが、リチャード・ウェルズリーが本国に召喚され、加えてナポレオン戦争による脅威もあり、1805年に講和して戦争を終結させた。ナポレオン戦争終結後、1817年に、 イギリスは、マラーター同盟へと先端を開き、1818 18年に、マラーター王国最小、バージー・ラーオ2世は降伏、同盟を解体した。同盟に帰属していた北インド、中央インド、マハーラーシュトラ地方は東インド会社の領域となった。イギリスは、最小の領地を没収して追放したものの、マラーター王国と、マラーター・諸ョコーラとの間では、軍事保護条約を結び、 これらを半王国化した。会社の進出は、パンジャーブ、シンド、バルーチスターンといった、北西インドにも向けられた。1809年、宿王国のランジートシングとの間で、会社は、領土の相互付加新条約を締結した。その後、宿王国は、カシュミール地方まで領域を拡大していったが、 シングが死亡した1839年以降、王国で内紛が発生した。また、アフガニスタンに関心を示していた会社は、1838年に、アフガン勢力に戦線布告、翌年からこの地域に進出を開始した。しかし、アフガニスタンでの戦闘で、会社は甚大な打撃を被り、敗北を喫した。その後、イギリスはアフガニスタンから、 パンジャーブ地方へ関心を移し、宿王国内における政情不安を見て、1845年には宿王国と先端を開いた。二度にわたる宿戦争の結果、1849年に宿王国は滅亡し、イギリスはその領土を併合した。ここにイギリスのインド植民地化は完成した。さらに、フランス革命による本国の混乱を契機に、 イギリス東インド会社は東南アジアやビル前のインド以外の地へ進出を開始した。決定的だったのが1795年にフランス革命軍がオランダを占領したことであった。イギリスによる前身基地の役割を担ったのがマレー半島であった。1826年にはマラッカ、ペナン、シンガポールを中心に海峡植民地が形成された。 東インド会社は18世紀末に不振に陥った。ヨーロッパ向け商品を仕入れる資金が不足して、会社の財政が悪化し、手形発行が制限された。送金手段を確保するために、他のヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の商人に信用を供与し、後日ヨーロッパで払い戻しする方式が導入された。これはイギリスがアジア貿易独占に使う。 はずの資金が他国の貿易に利用されているとみなされて問題化した。イギリス面工業の成長によってインド産面製品の利益が減少し、それに代わる商品がなかったことも衰退につながった。ヨーロッパアジア間の貿易は東インド会社が独占していたが、アジア域内の貿易は規制が緩くカントリートレードと呼ばれていた。 アジア域内で死亡益を行う貿易業者は中国貿易の拡大の影響もあって1770年代以降に急成長しエージェンシーハウスと呼ばれる会社に発展した。イギリス本国ではアジア貿易への進出を望むスコットランドなどの利害関係者が自由貿易と東インド会社の独占廃止を求めてロビー活動を行った。こうしてカントリートレーダーや 本土の業者によって自由貿易が要求されるようになった。1770年代の経営危機を克服する時点で東インド会社はイギリス政府の支援を仰いだ。したがって会社の命運はイギリス本国が掌握していた。この頃のイギリス本国では産業革命が勃興し東インド会社によるインド中国貿易の独占状態を非難する声が 高まった。その先方に立ったのが国富論を表したアダム・スミスであった。スミスの自由貿易論は知識人や政治家の間で多数派を形成した。特許上の更新がなければ東インド会社の独占貿易は保護されないわけであり、更新は20年ごとに行われた。1793年にインド貿易の一部が自由化され、 1813年に、インドにおける独占貿易が終了した。1833年には、中国との独占貿易も終了し、商事会社の機能は終焉した。女帝を欲しがるビクトリア女王を皮肉った、風刺が、インド人の格好をしたベンジャミン・ディズレーリがビクトリアと、インド帝官と、イギリス王官の交換をしている。1857年、 イギリスの植民地支配に対し、シパーヒーが放棄した。シパーヒーは皇帝バハードルシャー2世を反乱軍最高指導者として擁立し、ムガル帝国の最高を宣言した。しかし、この反乱の勃発自体が突発的であると同時に、統率が全くなされていなかったことから、デリーをはじめとする反乱は東インド会社の軍隊によって翌年までに鎮圧された。 しかし、この反乱により、イギリス政府は、東インド会社による、インド統治の限界を思い知らされることとなる。イギリス議会は、1858年8月2日、インド統治改善法を可決し、東インド会社が保有するすべての権限を、イギリス国王に移譲させた。250年以上にわたり、活動を展開した、イギリス東インド会社の歴史はこの時点で終わりを、 告げた。だが、東インド会社は、その後、1874年まで、小さいながらも、会社組織は継続した。理由は、イギリス政府が株主に対して、1874年までの配当の支払いを約束していたからであり、残務整理が終了した1874年1月1日、正式に会社の歴史の幕を下ろした。 残務整理が終わったインドでは1877年、ビクトリアを皇帝として衰退する、イギリス領インド帝国が成立することとなった。現在でも東インド会社の名を冠した紅茶が販売されているが、これは1978年に紅茶販売のため、文章院の許可を得て設立された会社である。2010年、インド出身のイギリスの実業家三次メフタが、 イギリスオークラショーに対し、東インド会社の名称と商標の使用許可を出願し、これが許可されたため、東インド会社は135年ぶりに企業名として復活した。新東インド会社は、ロンドンに店舗を構え、輸入食品や宝飾品の販売を行っている。設立当初は、公開ごとに組合を組織していたが、1621年に、 内気に会計と監査の規定が作られた。1662年には、イギリス発の株式会社となり、世界発の株主総会をする会社となった。1664年に、複式簿記が導入されて、定期的な財務報告もあり、現在の株式会社に通じる制度が作られていった。会計には会計担当役、監査担当役、理事会監査役がおり、 監査担当役は出資総会で選出され、理事会監査役は重役でもあった。監査担当役と理事会監査役の選出母体が違うため、出資者総会と理事会で2種類の監査が行われた。監査担当役は2名がロンドン本社に常駐し、会計担当役が帳簿を作成するときに確認し、監査済みの会計記録を理事会監査役に提出した。 1757年以降、イギリス東インド会社は、ベンガル地方を、引いては、インドア大陸を統治することとなった。そのため、東インド会社が選択した制度とその制度を、選択した理由を理解し、当時のインド社会、経済を理解するために、衝述する。イギリスによる、植民地が開始された、インドア大陸は、3つの管区に分割されて統治。 されていた。ベンガル、ボンベイ、マドラスの三管区である。1773年に制定されたノースの規制法によって、ベンガル管区の知事は、全インドを統括する総督に昇格された。ベンガル管区の統括地域は、アワド大使からの領土活動、第二次マラーター戦争の過程で獲得した領土などで、占められ、1世紀には広大な領域となった。 そのため、1836年には、インド西方の領域は分離され、北西州となった。ボンベイ管区の領域は、1818 18年に、終結した第三次マラータ戦争によって獲得された、西部デカン、1847年に、飛び地として編入された、深度であった。マドラス管区は、南東部のカーナティックが主な管轄地域であった。 三つの行政管区を除いた地域は、繁欧を主権者とする繁王国とされた。全体として、インドは大陸のほぼ3分の1を占め、数は500以上あった。面積、人口の規模は様々であり、外交権は保有しない点は共通とされたものの、内政の自主権に関しては一様ではなかった。繁欧を通しての間接統治は、ある程度順調であったが、 中級世紀半ばに、反王の養子継承という問題が生じることとなった。会社は、反王国を以下の3つに分類した。かつてどこの国にも服属しなかった、反王国。インドの王国ではなく、会社の活動領域の拡大によって、初めて、服属した、反王国。会社の力によって成立し得た、反王国。このうち、後二社においては、 インド総督、ダルハウジー公爵・ジェームズ・ラムゼーは、養子継承を認めず、反王国の取り潰しを実施した。反王国の取り潰しは後に、インド大反乱の原因となった。ヘースティングズの改革により、東インド会社は、インドアタイリクにおける、行政機構の性格を帯びるようになった。しかし、東インド会社による、租税制度は、一律ではなく、 それぞれの社会に適応する形で、別の言葉で言えば、パッチワークのような統治形態を取らざるを得なかった。その理由はインドア大陸の多様性に起因する。租税面で採用した制度は大別して、ザミンダーリー制とライアヤトワーリー制の二つである。ザミンダーリー制とは、広大な土地を一つの単位として、地税額を競売で入札させ、 最高額を入札した人物に徴税を請け負わせる制度のことである。採用された地域はベンガル、オリッサ、ビハールの計15万平方マイルである。徴税請け負い人をザミーンダールと呼び、最初期には彼らの徴税請け負い期間は5年間であったが税収は一定しなかった。そのため、コーン・オリスが総督に就任した際、競売による 徴税受け負い制度を廃止し、ザミーンダールを該当する地域の指摘と地所有者とする、英代ザミーンダーリー制度に移行した。その結果、毎年2860万ルピーを財源とする、ことが可能となった。ライアトワーリー制が導入されたのは、市として、マドラスを中心とする南インドであった。もともと、ライアトワーリー制の起源は、 南インドのバーラーマハル地域であり、当時の南インドの徴税制度を踏襲した制度であり、国家が土地所有者であり、土地を保有し納税する責任を、ライヤアトと呼ばれる工作者が追う制度であり、中間的階層の排除を目的としていた。とはいえ、ライヤアトと呼ばれた工作者は、一部の限定された有力農民だけの場合が多かった。 その後、ザミンダーリー制が失敗した地域では、順次、ライアトワーリー制が導入されることとなり、マドラス、ボンベイの管区で導入された。この他の地税制度として、村ベースのマハルワーリー制がある。地税制度の違いを比較すると、ザミンダーリー制度が行われた地域は現在でも、不平等レベルが高く、他の制度の地域と比べて、現在でも公共財の普及が遅れている。 また、識字率や政治への参加率が低く、農業技術の導入が遅れたため農業の生産性が低いという結果が出ている。18世紀前半までのインドは、軽工業輸出国でもあったが、産業革命を契機に輸出入が逆転する。貿易赤字を埋めるために、有力な輸出品として残ったアヘンを中国に、 輸出する構図が出来上がり、後のアヘン戦争を呼ぶ引き金になった。また、インドの工業生産は輸入品に押されて立ち行かなくなり、もっぱら、イギリス商人、企業家の懐を潤す場となった。17世紀から18世紀前半のヨーロッパ各国は、綿製品を買うために、アメリカイラン産の銀を代価に払う以外なかった。しかし19世紀になると、イギリスで、 産業革命が勃興し、コットン医療工場がイギリスなどに作られた。ナポレオン戦争時の大陸封鎖令はヨーロッパに輸出するとも失わせた。インドは既製品を輸出する地位から原材料供給地、兼既製品輸入地となる。1820年前後には、英印館の綿布交易において輸出入が逆転した。 インドは大陸内の交通インフラが整備され、内陸部にまでイギリス製品が行き渡り、インドの第二次産業は壊滅的打撃を受けた。当時のインドで輸出産品足り得たものは、綿布、木とアヘン、アイ、砂糖、綿花といった一次産品に限定された。中でも、主としてベンガルで産するアヘンは有力な輸出品で、イギリス人商人はこれを、 中国でさばいた。インド的には、対中国貿易の貿易赤字の解消に貢献しただけではなく、インド貿易の30%を占めるまで成長した。このアヘン輸出が後に、アヘン戦争へと発展することになる。愛は、西インド諸島での生産が下火になったのに代わって、ベンラル各地で生産拡大が展開され、一時は、 インド最大の輸出産品に成長した。しかし1827年と1847年の価格下落を経験し、インド経済の権威役とはならなかった。綿花もまた、グジャラーとアワドといった生産地域が会社の管轄に入ったことで輸出が拡大した産品であった。カルカッタ、ボンベイからイギリスや中国へ輸出された。ただ、 愛にせよ、免許にせよ、プランテーション経営で生産されたわけではなかった。1613年、スーラトに召喚隊が編成されたことを契機に、イギリス東インド会社は独自の海軍兵力を持つこととなった。その機能は、1687年に、ボンベイへと移されたが、その任務は、東インド海上貿易の保護インド沿岸、ペルシャ湾、アラビア海、 インド洋諸島における水域調査インド東南アジアにおける海賊船の討伐軍隊の輸送及び海戦への参加の4点に集約される。その後、ボンベイは周辺の地域が地域材を産出することからインドにおける造船業の拠点として発展を遂げた。このことにより、ボンベイは東、インドにおける海上貿易。 海上警備の拠点へと成長を遂げた。さらに、19世紀には、イギリス海軍の活動が、インド用のみならず、東、南シナ海へと広がることにより、従来の海上警備のみならず、インド沿岸派行国間の紛争の除去、港湾、貯探知の獲得、海図の作成の任務を帯びるようになった。加えて1830年代のインド財政は、逼迫したものであったため、 本国イギリスに先駆けて木造船を廃止し、すべての船を汽船に転換することにより、海軍組織の生き残りにかけ、それに成功した。汽船の活躍は、1839年のアデン占領、1840年からのアヘン戦争、1846年のニュージーランド遠征、1852年の第二次ビルマ戦争、1855年からの イギリスペルシャ戦争1858年におけるインド大反乱と同時期に展開されたアロー戦争で確認することができる。トマス・ピットイギリス東インド会社の活動はインド社会だけではなくイギリスの社会、経済にも大きな影響を与えた。金融面ではイギリスにおける株式の取引が行われるようになったことであり、経済面では キャラコネツがイギリスにおける産業革命をもたらした。さらに、社会的には、ネーボブと呼ばれる新しい層が台頭したことにあった。ネーボブとは、ナワーブに由来する語で、18世紀から19世紀にかけて、インドで大金持ちになって帰国したイギリス人、いわゆるインドナリキンのことである。その先駆けは、17世紀後半から18世紀前半にかけて、 ダイヤモンドの採掘で財を成したトマス・ピットである。1710年以降、トマス・ピットはインドでの収益をもとにイギリスの各地で土地を買い、また何度も国会議員になった。プラッシーの戦い以降、インドで財を成す人々が増えたが、彼らのイギリス国内の評判は芳しいものではなかった。レイボブは腐敗選挙区で国会議員に選出され、 議会では一つの圧力団体となった。ありがとうございます。